皆さんこんこにちは世界を旅する引き寄せシンガーボイスセラピストアーティストの清香88です今日は、えっと、前回前回の YouTube ライブやったかな <laughs> 前々回かもしれませんがえっとに引き続きスピリチュアルカウンセラーの宮池風花さんを えー、ゲストにお迎えしています。うはい、風花さん、よろしくお願,しお願いします。ちょっと自己紹介お願いします。はい、えー、宮池風花と申します。今ご紹介していただいたんですけれども、スピリチュアルカウンセラーをやっております。はい、えー、今日は、ね、お招きありがとうございます。いますああ、ありがとうございます。<laughs> 今日はあの何の告知もせずに突然 <laughs> YouTube ライブをしてますが。<laughs> えとなぜかと言いますと今度11月の1日に、うん、1> 急遽私たち2人で、えー、筑布島滋賀県の琵琶湖にある、えー、とすごく神聖な島なんですけれども、えー、筑布島という島で、えー、リトリートをすることに決まりました。<laughs> 急遽た <laughs> たまたまその,その流れで、えーと その後、風花さんはあの淡路島の方に行かれるっていうことなんですけども、うん、滋賀県の琵琶湖のこの形と淡路島のこういう形が昔からこうワンセットで陰陽の形でワンセットって言われてるんですねだからもうこの流れで、えー、と千葉からでしたよね。そうなんです。 そう千葉にお住まいなんですけども千葉からはるばる、えー、淡路島に来られるその前に竹までお会いできるっていうことがパタパタパタッと、ね、<laughs> 先月出会ったばっかりなんですけど、ね、急に決まったので、ねうん、もうなんかすごい竜もうお二人とも竜好きなんですけども、うん、竜の背中に乗せてもらってるようなものすごい勢いに乗ってるのでそのいきさつとかを今日は お、ね、もうなんか喋り出すとわーって感じネタがいっぱいなんですけどももともとはといえば <laughs> そうなんですよねもともとはといえば、はい、私が、はい、あのアイルランドに行って、はい、そ,うでそこからの流れなんですよねキ、はい、ルトにずっとこう惹かれていてアイルランドに行きたいなーって思っていたんですよね、はい、そしてアイルランドに9月に行ってそして戻ってきて えと先月の半ばぐらいに、ね、お茶会をやったんですよねアイルランドのご報告やりますってその時に、はい、こう清香さんがお茶会に来てくださって、はい、そう清香さんもすごくこうケルトにねもう惹、はい、かれていてっていうところちょうど同じ頃に私も頭の中がケルトでいっぱいになってて <laughs> で、うん、やたらとケルトの音楽を歌ってみたいっていうので。うん その頃、ウクレレの弾き語りでケルトの曲をいっぱいカバーしたのを短い動画いっぱい YouTube とかにも上げてるんですけども、同じ頃にアイルランド行ってきましたの、風花さんの Facebook を拝見して、うん、<laughs> あ、これはちょっと生のお声聞きたいと思って、うん、で、お話し会に飛び込ましてもらってですね。はい、そう,そ,うそう。 あの運命的な出会いでしたね,あそこがね <laughs> 先月9月の話ですがもう私もで、ね、もアイルランドに行く前からやっぱり夢にねあのこうアイルランドの景色が現れたりとかしてあここに行っるんだなみたいなので行ってで本当にあにんだろうね本当になんか言葉にするのが難しいぐらいのと感動を受けて懐かしいって感じですかそ,そうですね懐かしさもあり うん、あここにいたなっていうその感覚とか、うん、あとそのケルトの、まあ、以前の,その、ね、こういろんな歴史があるんですけどのその頃のことであったりとか。<あ><う>ケルトより前ってことですね前とかねそうそう、うん、本当に日本とこうつながってる感じなんですよね渦がやっぱりこう、うん、あらゆるところにこうあの遺跡にあるんですけども,、うん、もう縄文とほぼほぼ同じような感じだったりとか。 あとはあの今ねあの日本に例えば伊勢神宮とかに行くとあの新鮮な場所ではこう白い砂利になってますよね。砂砂利利がね砂利にななるじゃないですかそれがやっぱりあのアイルランドの,その遺跡のところもやっぱりそうなってるんですよね。だからもう同じようなこう文化があってほ、うんまあ、本当世界一つだったというか日本から発祥でそしてまた日本とつながっていくみたいなそんな感覚がすごくあって。 でそんな中でねあのお,話お茶会させていただいて、うん、で清香さんとあの出会わせてもらってその後ねもうすぐ夜 <laughs> なんか再びね「<laughs> そうそうそう <laughs> ライブしましょう」って言って。うんうん その出会った日にお声がけしたら30分で乗っかってくれはったっていう。30分後みたいな。そうでもなんか半 <laughs> せるはいけみたいな感じだったので <laughs> じゃもう何も考えないで何も準備しないでなんかそ,その前日まで全く他人だったのにガッとつながったらうわなんかお姉さんだったみたいなゲ <laughs> <laughs> ムリア時代めっちゃ近かったっていう。 するので,そ,うでその後またねあのズームでお話しする機会もあって、はい、でその時に話をした時にですよねあそう、はい、私今度はねあの11月に淡路島に行くんだけどって話をしてであただ滋賀にね住んでらっしゃるので、はい、そうした時にねもうなんか筑生島ってのがこう部屋から来るんですよ <laughs> <laughs> 筑部島。 まあ、筑豊島,、ね、島,島,島行った方がいい感じがするんだけどって言ったら <laughs> 筑豊島はすごいねよく行くので、はい、ご案内できますよっていうのでじゃあ筑豊島行きましょうかって話になって <laughs> そうでちょっと空いてるのがじゃあ1日だったら空いてる、はいうん、で234と淡路島に入るので。うん それもあのドラゴンスクールって言ってねあのテポロハウ長老さんって結構皆さんご存知な方いらっしゃると思うんですけれどもニュージーランドの方でねあの日本が金龍でそしてそのアジア、ま、ねえっと環太平洋一帯全部本来一つのねこの文化圏だったっていうところでそしてあのみんな銀龍でそして日本が金龍なのでその金龍がお兄さんである金龍が目覚めて 欲しいいっていう、まあ、そういうことをお話しされてるあの長老さんなんですけどもその長老さんが今日本にいらっしゃっててそして淡路島でドラゴンスクールをされるのでそれに参加するっていう流れの234ですよ <laughs> そして1日がじゃあうんじゃったらいけるってことでで1日 に会おっって話だったんですよね、はい、で私も2日は自分で毎月やってる新月瞑想会リトリートやってるので、うん、1>, 1日ならいけるっていうのでこの日に、うん、会いましょうってなってそ<う>、はい、であのボールがまた私はあのいつもレムリアンシードの。 アアクアオーラゴールドってこれは LA のキャットちゃんからプレゼントでいただいたものなんですけれどもそれを持ってますっていう話をしてて私が糸魚川,川がすごく好きでんかあのすごく好きのレベルじゃないよねもん中学生の時い高校生の時から、うん、あの高校生のじ、えっと、子供の頃からずっと石ころが。 好きで石が好きで今のパワーズトーン好きにつながってるんですけども石が好きでそしたら高校の地学の先生が <laughs>「そんなに石が好きなんならこれをあげよう」って言って今ちょっと手元に見つからないんですけども、うん、あの糸井川で採れる蛇紋石って蛇の門の石っていう石があるんですけどこの石をあげようって言ってくださって。 その石をずっと大事に今見つからないんですけどどっかにありいつかそこに行ってみたいなと思ってえっ、ー、と2年前か3年前ぐらいにコロナ中にね糸魚川に1人で3泊4日ぐらいで <laughs> 行ってるんですけどもそれぐらい糸魚川大好きでそしたらなんと糸魚川の翡翠でできた ボールを持ってるっておっしゃって、うんうん、で風川さんのご出身がまたそうなのそうの <laughs> 新潟出身なんですけど私のう産婦人あのお宮参りってするじゃないですかこう赤ちゃんね生まれてであの二十一日後とかねこのお宮参りするんですけど私のそのまあ、土地神様というかその実家のねがえっとぬながわ姫様なんですね、うん、どんな感じでしたっけ、うん、えっとねあの いろいろこう当て字があるんですけど私が一番好きなのは布の奈良の川で布川姫なんですけども布川地区っていうのも近くにあってねそう布川中学校っていうのもあったりなんかするぐらい <laughs> なんですけどそう今もうね廃校になってしまってますけどそのこう地区なんですよねで布川姫とはもう本当にあの生まれた時からご縁がある状態なんですよ。すそれで、あのー、この必須の,、ね、ボあのボールを 手にしその前に、えー、ともうヒスイヒっていのがすごく来ていてで夢であの広島の未銭の上でクリスタルボールを引いてるんだけれども、うん、それがヒスのボールだってそういう夢を見たんですよね。でその後に <laughs> あのにお友達経由であのなんかスイのクリスタルボールが手に入ったんだけどふ風かちゃんいるみたいな。 あれでこれはもう私あのゲットしなくてはいけないものだと思ってそ,うそれでもうお値段も聞かないであいるいるよって言って、うん、なんかすごいこう希少なものなのであのもしいるんだったらお取り、ね、日本の国宝ですもんね、うん、国宝じゃなくて日本の国籍国の歴が低なのでなのでいるいるってことで、はい、そしてあの私のところに来てくださったクリスタルボールなんですよ。うん、でそう <laughs> 清岡さん、ね、そのクリあのクリスタルボールもね、はいうん、レムリアのクリスタルボールということで,、はい、そうなんですあのお友達からもう一つ持ってた432ヘルツのボールが森の中で歌ってた時に割れてしまって、うん、歌い終わったら割れてしまったのに全く執着がなくて、えーうん、次のボールが来るからっていう。 のがあってすごい不思議だわと思ってたら、うん、本当にお友達から「このボールが清香ちゃんのところに行きたがってる」って言って、うん、プレゼントしてくださったしかもレムリアンシードって私レムリアすごいご縁があるので風花さんもなんですけども、うん、でそのレムリアンシードとアクアオーラゴールドっていうクリスタルが原材料で使,、うん、使われてるボールでしかも。 あの送ってきてくださったらこれ見たらお水がしぶきのようにあ本当だわ <laughs>、ね。波のようなもうまさにお水の、うん、でアクアオーラゴールドっていうのもアクアっていうのもお水なので、うん、本当にお水お水お水の <laughs> ボールが私のもとに来てで私も名前が清香でもうちっちゃい頃から琵琶湖のそばで育っているのでずっとお水と平和とを歌ってきてるので。うん 「愛と平和とお水と」っていう謎のお水がくっついてくる <laughs> ずっとお水つなぎとかさせてもらってるのでそれでこのボールはあやっぱりうち来たかったんだっていうあうん、うん、そしてあの実はこのボールに名前を付けたんですけどもだいぶ前にサラスバティーボールなんですでサラスバティって弁財天さんなんですけど弁財天さんやっぱり竹生島なんですよね <laughs> そうですね。 そうなんかそんなそんなこんなであのこのボールと風花さんが持っておられるヒスイの、うん、<laughs> しかも糸井川翡翠のボールと一緒に音をネット上じゃなくてリアルで音を重ねたらどんな音になるだろうっていうのが。そそうそう,そう、なんかこう アルケミー、何かが起きそうだね。うん、じゃあ、クリスタルボールをね、持って向こうで演奏しようかって,って、ね。はい、竹生島でね、うん。うん、うん。あ、もう,う、竹生島は弁財天様、日本三大弁財天様の。中でも一番有名って言われてる、うん、うん、と。弁財天様なので、もう、そこで。奏でたら、どんな音がするんだろうっていう。 ど、ね、こからこう<ー>音の周波数でどんなエネルギーが外に向かって放たれていくんだろうと思うとうん、うんうん、すごくワクワク。それでねあのただじゃリトリートにしようかってねせっかくなので2人で聞くだけではもったいない。<laughs> うんうん、確かにもったいないよねっていうね、はい。そしてねあの清香さんが調べたんだよね。11月1日を調べたら、はいあと あの土の富の日と暦の日本の暦の上で土の富の日でね弁財天さんの、えー、と縁日での日蛇の「み」の日は割とあるんですけど、うん、その中でも土の富っていうのは最強のご縁日だったっていうことが分かりすごいよね。<laughs> でまたその後にさらに。 私があの実家に帰った時に親が見てるテレビを見てたら「うん、あのもうすぐハロウィンですね」みたいな感じで、うん、ハロウィンの成り立ちについて、えー、と説明してはったのを見てたらなんと11月1日は、えー、とケルトの新年にあたる日。<laughs> なのでお正月元旦なんですケルトの元旦でここの二人がなんで出会ったかっていうとケルトのご縁で出会って,てうよ、ね、もうこれは何なん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 だこのお導きはっていう感じで、うん、もう太陽今五度ぐらい上がってんちゃうかな <laughs> <laughs> う本当よねそうなんか私たちだけじゃないよなんかいろんな存在たちがなんかアップしてくれてる感じなんか今 <laughs> これ私が描いてる絵ですけども,渦を,も、ね、渦を巻きままくっていますすごいよねもうケルトの神々もそうだしね、うん、うずうず巻いてます友人さんたちもそうだし弁財天さんもそうだし、はい、もうわっしょいわっしょいで、うん、いろんなエネルギーがもう応援してくれてる感じで。うんね そうなんですよ。ポンと乗せてもらった感じですね。この、ね、この日、この時間、この場所。というか、なんかもう決まったかもしれないね。うん。うん。<laughs> ね。<laughs> <laughs> そこに乗っかりました。<laughs> した <laughs> そう、乗っかりましたみたいな、そんな感じですね。はい、うん。楽しみ。はい、むっちゃ楽しみです。うん。なので、あの、その弁財天さんのご縁日っていうのもあってね。うん、あの、ふ。 部島行きの船が席わずかなんでもし今悩んでおられる方おられたらまず船の予約をしてそれから私たちのリトリートに予約を急いでいただかないとリトリート行きたいですって後で言ってくれはっても船がないですっていうことになるとすごい残念なので。本当よね。もしご興味のある方は、 <laughs> ね、<laughs> ぜひぜひぜひ一緒に下のリンクツリーから多分詳細欄にリンク貼るのでなかなかやっぱりほらね竹生島行きたいなと思っても行けなかった人たちっていると思うんですよね船の本数もそんなにないので、うん、行こうと思うと今日は行くぞってかなり張り切っていかないと <laughs>、うん、そうなのよそうで<す>私もなんか竹生島って、ね、もちろん知ってはいたけれども、まあ、なかなか行くにはさちょっとこう、うん 遠いなみたいなところであったうんうでも今多分こういうお話を聞いていらっしゃる方って、ねうん、何かしらご縁があるのかもしれないので<協> <laughs> そう今,今見てくださってるあなた、ね、そうそうそうねえんかなんかもういろんなことがわーって最近すっごい動いてますよねすっごい動いてる うん、スピードが速いというかほんとほんと、うん、なんか動かされてるのかね何なのかわからないけども、うん、すごい動かされてます、うん、でやっぱり一歩動くと次が見えてくるので,で、ね、ねとりあえず動かないとっていうメッセージもめっちゃきてます、うん、なんか考えてるより一歩一歩やってみろっていうのが <laughs> なん割とちょっと前まではもう本当私となんだっけ 中秋の明、うん、月あたり、うん、あの自分の内側に入る時期だったんですよ。うん、<laughs> 内観をずーっとやって出すもの出して、うんうん、で秋分の日からパッカンみたいな、うん、そっからガーッて動き出してでまた風花さんとお会いしたらどんどん加速して。<laughs> いやちょっとあのね私もそうだったのよあのアイルランドから帰ってきて<あ>そしたらねそうよ中秋のあの秋分のあたりねもう,もう風もひくわもう、ね、<laughs> 上質<段>ものがねそう, <laughs> そう,そう結構いろんなね周波数がこう上がってきてそれを手放したりして <laughs> 私もなんか今までの人生全部振り返って細かく久しぶりに見直して。 うん、あ,あこんなこともあったこんなこともあったって良いことも悲しかったことも全部また改めて見直して、うんうん、でまたそっから感謝も湧いてくるし似たような流れで <laughs> そう似たような流れっていうとねあの清香さんねこう水つなぎとかやってこうされてで、はい、私もねあの日本国内だと。 あの行くところ行くところをストーンサークルこう呼ばれるみたいながあのが2年前ぐらいかな結構続いたんですよね。んかスト,ンクルストーンサークルをこうつないでいくようなすごいで,そうでストーンサークルに行くとなんかねこう上と下をこうつ,ないつなぐっていうなそういうのがやっぱり来ていてであこ自然にどういう。あの こう図形というか親戚科学というかなそういうのを使いながらなんかこうエネルギーをつなぐみたいなのがなんか分かる感じあの教えられたわけじゃなくて分かるっていうのがあって多分昔からその縄文の頃からそういうのがやってたんだろうなっていうそんな感覚もあってなのでそんな知ってたんですよねこう行くとこ行くとこそうなるからうん,うんそうでしばらくして宮古、まあ、島に行って で去,年去年はね、もう宮古島4回行ったんですよ。白の背景宮宮古島、宮古のこのね、宮古ブルーなんですけども、このまた行くのでね、そうもうそして六 6, 6回目なのかな、そんなもう宮古島、年でもうそそれで,でそこにいた時に、なんか私の役割が終わったみたいな、そういう,こうメッセージが来ていて、まあ、役割っていうのはこの狭い意味でのね、 狭い意味での,この役割っていうところでこう何かをつなんてうのぐとか、ね、あの竜をつなぐとかってそういうことではなくてなんかもう自分が楽しめばこれからは <laughs>、うん、これから楽しめばいいっていうそういう,こうメッセージだったんですよね。そうなのでなんか楽しんで竹生島。うん 演奏したりとかんかそういうことをやっていきたいなと思ってそれで来月また宮古島に行くんですけども宮古島でもね楽しみきろうと思ってそうなので私も宮古島大好きです去年だったかな今年だったかないや去年ですね去年行きましたねで今度清岡さんね12月にあそう 12月にとうとう <laughs> もともとはどうどうもともとは、えー、とロンドンにロンドンにあこれ話すと長いんでまた今度にしますその,その,そ,のつ、えー、とその前後でどっか立ち寄ろうかなと思ってたらやっぱりカードを何回引いてもケルトの女神様ばっかり出るし、うん、でもうこれは呼ばれてるなってことで。うん ロンドンド行く前にあのダブリンに行ってダブリンはアイルランドなんですけどもそっからちょっともう昔からずっとケルトで気になっていたここは絶対行ってみたいと思っている場所に行ってきますわー。あ<ー> <laughs> でなんか私が行きたいと思っているところは風花さんが行って。 行かれてない場所っていうそ,れその行ったらこことここ絶対行きたいと思ってるのが風花、うん、さんどちらも行かれてなくてまた全然違うとこをエンジョイされてるっていう,そう,そうね,ねこれも不思議で、ね、不だからなんか全部つながってね、うんうん、これからがちょっと楽しみだ はい、ね、その中、流れの中での竹生島なので。はい、ね、楽しみです。楽しみです。ぜひぜひ、ご一緒。ね。今。なんか、なチャットとか、誰か。うん、くださってるかしら、ちょっと見てみよう。あ。ないかな。あ、でも三人見てくださってる。ありがとうございます。なんか、あの、ご質問とか。あれば。 あの後もうちょっとだけライブするので、チ、うん、ャットに書いてくださると嬉しいです。嬉しいですはい。じゃあ何かえっ、ー、と、ふうかさん、この竹生島とは別で何か告知とかありますか。うん、そうですね。竹生島とはに、あとまだちょっと上げてはいないんですけど、あの来月あたりからまた、あの講座とかセッションを。はい、ちょっとしばらくお休みしてたので、あの、また再開したいと思いますので。 あの宮池風花で検索していただけると、アルファベットですか。いや、<字>えっとで、ね、漢字で宮の池の風花、風の花ですね。はい。このね、名前もなんかシンクロだと思いませんか。風花さんと清香って。本当よね。はい、韻を踏んで、すごい美しいんですけど。<laughs> 本当よね。いや、これもね、あの、うんと、風花っていうのは、あの。 これ宮本名じゃなくて、で、前も仕事をしているときに、まあ、ブログを書いてたんですけれども、そのときにやっぱり風化っていうのが降りてきてて、風化始めたんですけど、あの伊勢神宮にお参り行ったときだったかな、宮を使いなさいっていうのが来たんですよね。すごい。許可が出ちゃった感じですね。ねそうで、宮使うんだ。そうしたら目の前に池があったので、そこからこう宮、池で風化で。でけあのはい ピーメーハーあるじゃないですか。そちらもう完璧だったんですよ。うん、美しいお名前だなと思って。ねそ,うそうそうそう。そう、風花と清香、本当ですよね。そうなんです。<laughs> 並べると美しいんです。さらに。ね<え>。<laughs> 本当に。うん。はい。確かに。<laughs> ええー。ね、告知はそれぐらいでいいですか。お昼ですね。うん。ちょっと今、あの、ここ見てくださいって言っても、ちょっと。 アップされてないので、はい、はい。じゃあまた何かあったら下のね。ね詳細欄にリンクを貼らせてもらいますね。うんはい、はい、じゃあえっ、ー、と。私の清香の方からお知らせは、その筑部島が7月1日、うん、1> <laughs> 風花さんとやりますんで、うんうん、まずは船の予約をしてから <laughs> リトリートお申し込みください。で、えっ、ー、と2日その翌日は？ えといつもやってるんですけども滋賀県の大見八幡の妙法寺さんというお寺さんで、えー、とこのクリスタルボールとかチベタンボールとかいっぱい楽器を並べてあの音浴び瞑想会で、えー、と引き寄せのお話とかうんと願望実現のアファメーション予祝会を新月なのでということでやってます。で午前中はみんなで 歌を歌いましょうっていう、えっと、心と声がつながってない人がすごく多いので、自分の外側に向けて歌うんじゃなくて、内側に向けて歌う、歌う瞑想ボイスワークっていうのを午前中やってます。で、1日来ていただくとゆったりとしていただけるので、新月リトリートっていうことでさしてもらってます。で、えっ、ー、と、12月は、 えと日本にいないのであの <laughs> 11月が最終になりますんで行きたいなっていう人はぜひご予約ください。でその後11月の16日はなんば神社さん大阪の南波ば神社さんで持ち寄り場マルシェっていうところに参加させてもらいます。で、えー、とカードリーディングとか、えー、とチャネリングセッションとかあとは「レムリア約束の石」こういう。 パワーストーンのアクセサリーをレムリア関係の方にあのおつなぎしていますので、えー、また下の詳細欄からセッションお申し込みの方はちょっと予約も埋まってきてるのでご予約ください12月1日は、えー、とまた大見八幡の方で、えー、G ネット s ガ i g a というイベントがあるんですけどそちらの方に出展して同じようなこととあとステージで歌う予定も入っているのでまた。 詳細見てください <laughs> で、えー、と個人セッションはそんなこんなで11月末までやってますので、うん、あのお早めにお申し込みください。インナーチャイルドセラピーとか、えー、と過去性ヒーリングとかライトランゲージ歌うのを教えしたりとかあそれとあのクリスタルボールとか。 持っておられる方、あの持ってるけど、習らし方がわからないっていう方とか結構いらっしゃるんですけども、あの初心者の方向けにそういう講座もやってますので、あの習ってみたいっていう方はお問い合わせください。はい、そんな感じです。では <laughs> <laughs> では。はい、チャットなんか来てるかな？ちょっとチェックして。はい。では、あの11月1日は？ 宮池風花さんと、はい、清太の2人で, 2>、はい、2人でボールをこのボールをボールの音合わせということで竹生、うんえー、島で2人で龍つなぎリトリートを、うん、弁財天様の最強の開運日に <laughs> 行いますので。 ぜひぜひご興味のある方はお申し込みください。下の詳細欄見てください。で、その後、風花さんは、淡路島に淡路島にて。はいはい、<laughs> ね、すごいす。また何かが起きると思います。ね、琵琶湖からこう、うん、島に。ね。そのこともね、またね、お伝えできるチャンスを。はい。ねはい、また報告を楽しみですね。はい、はい <laughs> はい、でえー、とあもし、新月リトリートご興味ある方で遠方の方はもうお泊りで、<laughs> 滋賀にお泊りで、竹生島新月リトリート来てくださってもめっちゃウェルカムなので楽しいと思います。ではでは、この辺で終了したいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。ごすお予約お待ちしてます。いま,すまた。 ありがとう。失礼しまーす。失礼します。トライブ。どうやって終わるんだろうどこから終わるんだろう <laughs> どこから終わるかわからないみたいです。はい。あ、これかなでは、<laughs> ありがとうございます。あ、ちょっとなんかボールを鳴らせと言われてますんで。あの。 ととちょっとズームであのうまく音が伝わらないかもしれませんが最後にこれをやらないと終われないみたいです超えるかなう,うんあっ超えるかなうん、うん ズームなのでだいぶ残念です、あの皆さん、サウンドがオフになっていった。今、<れ>オンにしました。 کې څو